チャオ、こんにちは。パスタマニアです。今日は和風のしらすのペペロンチーノを作ります。材料はしらすとネギと大葉と、あとはお醤油とバターですね。それではご視聴よろしくお願いします。まずニンニク細かくカットします。今日はね、カリカリニンニクとガーリックオイルを一緒に作ります。粒が違うとね、焦げ方が変わっちゃうんですよね。大葉とネギなので、かなり和風な感じです。調理の直前にカットすると香りがいいですね。にも細かくカット。万能ネギで大丈夫です。揚げ具とかでもいいし。じゃあこれで下準備完了ですね。カリカリニンニク作りに入ります。最初強火にかけて、ふつふつしてきたら弱火に変えます。火が通り過ぎちゃうと焦げ臭くなっちゃうので、火を止めて一旦しております。余熱が入るんで、その分計算しないといけませんね。ではパスタを茹でていきます。今度はしらすを炒めていきます。炒めるっていうよりもカリッとする感じに、さっき作ったガーリックオイル全部使います。ここでね、日本酒を使うんですよね。いつもは白ワインとかですけど、やっぱりこれは和風なので日本酒です。さあ、最終工程、パスタを混ぜていきます。ハーブ類全部加えます。無塩バター加えました。うまそうになってきたよ。
少し出汁が混じった醤油、もうそろそろ火止めていいかな。カリカリニンニクも最後に加えます。よっしゃ、よし、完成です。では食べていきましょう。ではいただきます。カリカリのガーリックもしっかり効いてますね。そうです、うんうん、やばい、これはうまいです。これは嫌いな人いないっしょ。めちゃくちゃうまいよ、うん、ネギと大葉って合うね、やっぱね。あとカリカリのニンニクがやっぱり効いてる、うん、うん、大正解です。はい、ごちそうさまでした。いや、うまかったね。今日実はちょっと重大なミスを一発やらかしました。何でしょう、はい、ペペロンチーノ入れ忘れちゃったんだよね。でもね、ペペロンチーノなしでもね、やっぱこの味はうまい。勝因を考えてみましたらね、まあ料理人ならグータッシュの某 K バターがね効いたんだよね。しかも有塩じゃなくて無塩のバターです。これがすごくコクがあってうまいのよ。というわけで、バター醤油で絡めたしらすのパスタね、ペペロンチーノって言いながら辛くないペペロンチーノを作っちゃったっていう。また今度リベンジします。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャオチャオ、それではまたチャオ。